世界を旅するユーチューバー、キッシーです。今日は先週金曜日にお邪魔いたしまして、大変大エビのフライが美味しかったお店です。で、また昼に、参りましたらですね、このおもてなし、こういうヒレ酒ですね。これアルコールが飛ばしてあります。で、これ秘伝酒ですね。これもまたいただいているんですけど、で、さらにお弁当でしたけど、こういった湯引きですね、ふぐの湯引き、これを出していただいてですね、ちょうどこれで蒸し足合いをしてくださいという、そういうなんていうか心配りのに行き届いたお店でございますよ、これね。はい、それでは、ちょっといただくことになします。はい、芽ネギも乗っております。はい、それじゃあいただきます。15日ぐらいから今年の2月いっぱいぐらいですよ。それがもうフグ専門店のやり方ですから。あと夏はまあハモに変えたりして、夏来る手前2ヶ月ぐらい休むんですね。で、夏はハモ、冬はフグ。ハンコだけでね、カード持ってあるから。あります？あ、ここ行くとあれが、これだけ買うとさん、そしたら今日はね、ここの板長さん、万丈さんの板長さんがね、昔からの私のファンになったよ。で、毎回聞くのに見てくれてはったって、そういうのを聞きまして、またフグの会とかやりはるらしいので、カニの会とかもまた来ます。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お気に入り、ありがとうございました。ありがとうございます。お気に入り。最初これ平行にあの、